ですか、ね、そこで一つ踏み込んでいきたいところなんですけども、何でしょうね、何を言っちゃいます、下ネタなんですけども、りなちゃんはどのぐらいまでは許容範囲なんですか。そうですね、うん、割とね、うん、大丈夫だと思うんですけど。そうなんだ、多分。でも分かんないな。神谷くんにあんまりどぎついことを言ったら、うん、りなちゃんに嫌われるからなってずっと言われ続けるんで嫌われるからな。でも確かにそんなに下ネタをいっぱい喋ったラジオはないです、うん、そうですよね、はい、女の子だと初遭遇ですよ、ね、今日だあんまりまだ言ってないですよね。そうまだ今としてないんで、ね、そうなんです。どのぐらいがいいですか、軽め、6ぐらい、6ぐらい、6ってどこ、6って何、6って6ぐらいですか、何分の 6ぐらいのイメージ、うん、どれぐらい、じゃあ6ぐらい、6ぐらいでいい、うん、6ぐらい、6ぐらいでいい、5.5 ぐらいで5.5 低めでいい低めでそうなんだ、そうそうそう、そうなんですよ。だでも、うん、あの読んでアザゼルさんはものすごく好きですよ。下ネタ、下ネタなのかな、アザゼルさん。いやー、ね、割とギャグですよね、ま、こう言っちゃなんですけども、うん、割と下ネタ、割と下ネタですドシモネタです。ドシモネタです。あれあれあれ、そっか、うん、私の認識が。おー。ギャグ漫画ですよ。もちろんね。そうですよね。ギャグ漫画だけども、うん、エログロです。エログロです。エログロ、エログロのとこいっぱいあります。ああ、ああ、ああ。まあ、ちょいちょい、ちょいちょいありますよね。ちょいちょい。それを、そしらぬ顔で混ぜていくところが、ギャグ漫画としての完成されたものなんです。ああ、久保先生すごい。ギャグ漫画っていうのは、うん、まあ、週刊少年誌で、やってる場合であっても、うん、はいはい、たとえ小学生が読むものであっても、必ず、下ネタを入れとかなきゃダメなんです。ダメなんです。子供は、うんこっていう言葉が大好きな、うんことチンコが大好きなんです、子供は。大好き。確かに。小学校の時は。それが絶対入ってないと売れないんです。うんこ。子供は言いたいんです、それを。すごい。さすが。でも最初から、小野坂さんはそう言ってて、うん、はい、初めて、そのアザゼルさんが始まった時も、もうね、もう水を得た魚みたいな。違い、うん、なってた。そういう、そういう役者だから、そういう作りです。作りね、そっか。